ミスがあったのは、間庭市、三間坂市、鏡野町、三崎町など8つの市町村の合わせて1711人、およそ720万円の控除額です。ふるさと納税の計算処理の業務を受託している岡山中央総合情報公社によりますと、今年度の住民税の計算システムを更新する際に設定を誤り、 ふるさと納税で確定申告が不要なワンストップ特例制度を申請した人の控除が反映されていない税額決定通知書が発送されたということです問い合わせを受けた真庭市の指摘で発覚したもので後者は対象者に文書で経緯を説明するとともに来月までに正しい税額決定通知書を送ることにしています